はい、こんにちは。ザーゲームチャンネル99です。今日ねご紹介したアイテムはこちら、大気圏内ゲームさんですね、聖杯サクセションですね。これね、実はね2016年ゲームマーケット秋、まあ秋って言ったって12月なんでね、まあほぼ冬でしたけどもの作品なんですね。でしかもこれですね、二人用なんですね。二人用といえばね、私ね、まあそんなにしないということで、まあやるといえばですね、セブンワンダーデュエルのねパンテオン付きかスターシップカターンぐらい多いですよなんてお話をしてるんですけども、いや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 、これねすごくいいんですよね。その2つで同じぐらい私気に入っていて、最近よくよくプレイするわけですけども、というわけでですね、今日はですね大気圏内ゲームさんが出されましたこの2人用の聖杯サクセション、今日はこちら魅力をねご紹介したいと思います。はい、この聖杯サクセションですね、まあ2人用の、ね、小箱ゲームということがあって、まあ、非常に、ね、小さいです。いつも比較に持ってくる、まあ軸線ビと比べてもねこんな感じなんで、まあ幅が3分の2、高さも3分の2ぐらいで、まあ厚さもそんなにあるわけじゃありません。で中のテーマですね、まあ多い継承権をね争いましょうと、2人のプレイヤーでねっていうことがテーマになっていて、でポイントになっていることは、まあ自分をね支援してくれる各勢力をね、まあ多数派を取っていきましょうっていうね、まあカードを取り合いするわけですけども、取り合いすることと聖杯ですね、この聖杯カードが一定枚数入っているので、それを完成させると即座に勝つ、つまりゲームの最後まで行ってお互いのポイントを争うのか、途中で聖杯がバチャッと集まった瞬間に勝つのかっていうですね、こう2択が常に存在しているゲームで、そのあたりね駆け引きが非常にうまくできていると思うんですね。まあ、早速ねちょっとセットアップしてみようと思います。はい、まあね最初に言った通りね、これカードゲームなんで非常にシンプルなこのカードが一式入ってるんですけども、中身の方はプレーに使うカードがあるのと、最終的にね得点の早見表ですね、この3つの聖杯を集めたら勝ちますよっていうのか、まあこのポイントがね書いてるものがあるので、どういう計算をしますよっていうのがあるガイドが2枚あるのと、4ラウンド繰り返すゲームなんですけども、先手番後手番ということで、今回は私のこっち向いてる先手番、次のラウンドはこっち向いてるこっちの方が先手番っていう、まあこう単純にね先手後手を表すためのカードが一式入ってるという感じになってます。でゲーム自体はさっき言いました通り4ラウンドやるんですけども、4ラウンド途中でこの聖杯カードを3枚集めれば突然勝ちますし、3枚集めることができなければ4ラウンド終了時にポイントを多く持っていると勝ちと、こういう非常にシンプルなルールなんですね。ただしこの聖杯のルールがあるおかげでずっと緊張感があるわけですね。ここはポイントで勝てるんじゃないかなと思いながらね、いきなり聖杯を集められちゃかなわんということがあります。じゃあゲームをどうやって進めるかっていうと、一番最初に一定枚数抜いてあるんだわけですけども、お互いのプレイヤーに5枚ずつ配って中央にまあ2枚カードを置く、まあ、こういう状態でゲーム始まるんですね。でスタートプレイヤーが私の方を白が向いてるので、こっちが先手だとすると先手後手先手後手っていうのを繰り返していくと、お互いそれぞれ6手番ずつ合計12手番やるんですけども、12手番やれば1ラウンド終了と、もちろん聖杯がね途中で集まっちゃえばねそこで終わっちゃいますけども、ラウンドが終了すればまたこれが逆側になって、今度こっちのプレイヤーが先手番になって、また同じく6手番ずつ繰り返すと、こういう風に進んでいますね。じゃあ手番が来たら何ができるかっていうと、もうね2つしかないんですよ。1つは手元に残っているカードを1枚場に出すと、まあ、単純出すですね。出す時にはさっき言いました、これ多い継承権をやってるので、さまざまなこう勢力があるので、これだったら6っていう勢力だったり7っていう勢力だったりね、まあいろいろあるわけですけども、こういう勢力カードを出すか聖杯カードを出すかマイナスカード、これ単純に点数がマイナスですね。もちろん単純にプラスっていうカードもありますけども、プラスだったりマイナスだったりっていうカードが触れているので、これを出すと、まあ、こういうことなんですね。で単純に出しました、じゃ手番終わりと、でこっちのプレイヤーがまた単純に何かを出しますと、まあ、こういうねお互いプレイする。で2つあると言ったんですけども、もう一つの選択肢はこれを取るなんですよね。まあそりゃそうですよね。でいつか取らないと自分とこ来ませんから、なので手番が来たらここから出すかこれを取るかだけなんですね。で取るときは山札から遠い方ですね、要は最近出した方から5枚取ると、5枚、なんで 1,2,3,4,5 なんでここまで取るということなんですね。でここまでじゃあ取りますって宣言すると、じゃあ取って手元の方に置いておいて、なんか物の見事今バラバラ取りましたけど、私はじゃあ取りましたって言うとこっちの方の手番になってまたなんか出すと、で実はやめられないんですね。必ず6手番やると言ったんですけど、5枚カードを配られているので5回出して1回取るんですね。だから取ったからといってラウンドが抜けられないんですね。まあやっぱ出すしかないんですね。でもしょうがない出しますと、聖杯出しちゃったと、で向こうのところ出しますと、じゃあ次出しますと、こういう感じですね。でこういう状態になっているので、じゃあもう1回こっちから出して出して、さあここまで行ったらこっちのプレイヤーが取りますってんで 1,2,3,4,5 とここまで取ると、そうすると聖杯が1枚とマイナスが1枚とプラスが3と、まあこれもプラスですよねっていうのと、あと5と8というのが取れてると。でこれは残ってたので、もう残ったまま次のラウンドで持ち越しますよと、先手と後手が入れ替わって新しく5枚ずつカードを配って、今度は
後手だったプレイヤーが先手に変わるのでこちらのプレイヤーから出し始めると、まあ、こういうことを繰り返すわけですね。本当これだけなんですね。自分の手番が来たら、じゃあこっちのプレイヤーは今先手なのでじゃあこれを出しますって言って出す。もちろんこれでも取ってもいいですよね。5枚未満でも取ってもいいわけですけど、まあ大抵取らないのでこう出しますと。出されるとこちらの手番になったら、これね困りますよね。今ね、今見たらね、こんな手札になってるんですよね。制覇が2発あったりしてね、ここ制覇一発リッチかかってますからね、この制覇取れば勝っちゃいますからね、どうにかしてこれをバラバラ出さないといけない。一回早く制覇取ってもらって、もう一個の制覇はこっちで一人だわけですよね。なのですかさずもう一いきなり制覇出すと。制覇出して置かれて置かれて置かれて、ここでまだ制覇出しても5枚だから取れちゃうんですよね。だからもう一個こう出せば、この瞬間向こうが取ってもここまでしか制覇取れない、取れないですよね、5枚ですからね。で次出してしまって、私がここで聖杯を打てばもう絶対は切れるんですね。1、2、3、ここまでしかね、ここまで聖杯で、次私が取ればこの聖杯、私としてはマイナスを食らってしまうと、まあ、こういう話になるわけですよね。つまりこのゲーム本当に手番を挙げた時に、最初配られた5枚を1枚ずつ出していく、あるいはそれを出さなくて1回だけ5枚取るというのを繰り返すだけなんですけども、聖杯はとにかく3枚揃わせちゃいけないので、1枚取ったやつがどっちか現れたら残り切らなくちゃいけないんですね。絶対こっちのプレイは一発は取らないと相手に勝たれてしまうので、あるいはこっちのプレイが残る手元にいたらいかに固まって取れるかっていう、あるいは取れなかった場合には非常にこういういらないマイナスカードとセットで押し付けてやるなんていうことを考えていくわけですよね。しかもこの5678ってこういう勢力カードがあるんですけども、これはラウンドが4ラウンド終了した時に5の枚数、6の枚数、7の枚数、8の枚数をお互い何枚持ってますかというのを種類別にお互い枚数を競って、多い方のプレイヤーがそれぞれポイントが入ってくるんですね。つまりここに取ったカードは全部見えているので、私がよく言ってる見合ってる状態なので、彼は8を1枚持ってる、5を持ってる、私も5と8は同じ枚数だと、じゃあここで567のこれは外せないななんていうのをワンラウンドずつ見るんですよね。あ、もうダメだ、7は勝てねえやと、もう彼が勝ったわっていうと、とにかく場に積極的に7を出してあげて、もうこっち勝てないんで、もう7引き取りなさいよと、なんていう風に仕掛けてあげる。つまり負けたんなら負けたなりにプレイングしましょうと、その色はですね、その代わり違う、私5と6はいただくわよなんていうことを、ほんの前ラウンドたった5枚カードがくれていて、一発ずつもう本当にどれを出すか、これ厳しいですよね。8が2枚とマイナスプラス、こんなん上げたくないですね、プラス4点なんてねっていうのを考えながらマイナスを散りばめたり、どうしようかなと、例えばもうこれでいいやと、ね、今矛盾してるんですけどね、例えばこれプラス4ってあげたらこの人がもう7引き取ってくれるかもしれないね、もう7こっちもう負ける気でいるからいらないからっていうとね、じゃあ残りの8は2発なんとか取っていって、こっちがもう8の勢力を取りましょうなんていうことを考えるんですよね。つまりプレイング自体は何度も言ってますように、ラウンドごとに5枚やってきて5回は出す、1回は取るっていうのをお互い繰り返していくだけ。4ラウンド終わる前にどちらのプレイヤーも聖杯を取ることができなければ、最終的にこのマイナスとポイントは単純に計算する。そして各勢力ごとは種類ごとにどちらが多くを持っているかを見て、多い方のプレイヤーだけがポイントが入る、この合計値によって勝敗が決まるっていうことを繰り返すんですけども、ラウンドが進むによって聖杯は取ったので俺は聖杯を1枚持たないといけない、だって負けちゃうから、あるいは7はこいつがもう勝ちそうだからもう7を押し付けちゃえと、その代わり俺はもう5、6は絶対死守するぞ、まだ8は分かんないななんていうことを一発ずつ考えて、いつ取るのかいつ取らないのかっていうのをね考えるのが、これがまた非常に面白いわけなんですよね。そしてですね、この手のタイプのカードゲームだとですね、4ラウンドやるとですね、4ラウンドの最後になってきたらもうゲームの展開分かっちゃって、もうこれは勝てる、これは勝てないなんてことはよく分かりがちなんですけども、このゲームがもう一ついいのが、一番最初にですねカードを一定枚数抜いてやるんですよね。残ってるカードは全部使い切るんですけども、一定枚数抜いてるもんだから、実は聖杯がもう最初から1枚抜けてあって、全然聖杯は絶対揃わない組み合わせかもしれませんし、特定の勢力はあと1枚取れたら同点になるからお互いポイントをチャラパーにできるわとか、もう絶対勝てないかなとか、もう絶対勝てるぞとかね、思うとくの敷地がね、本当は全部の構成してれば単純にわかるんですけども、ほんの数枚抜かれてるおかげで全体の枚数も少ないことからね、ひょっとしてこれはもう1枚もないんじゃないかなとか、もう1枚来ると思ってるんだけど大丈夫かななんていうのを最後の最後のラウンドまでね考えながらお互い行って出すことができる。本当にルールがねシンプルの中に1手番が重いわけですね。どれから出すか、これを出したら彼は引き取ってくれるか、これは彼女いらないだろう、
彼女はあれを持ってる、私はこれを持ってる、私はよくいつも見合いながらやってるっていうところの駆け引きがね非常にいいんですね。しかもそれであってもワンプレーが20分ぐらい済むので、もう一回やりましょうって非常に言いやすいんですね。私すぐ3プレーぐらいすぐ平気で、これだったらねパパパッとプレーできたりするわけですけども、非常にこの2人用のプレーでありながら、この1枚1枚カード出す取るっていうところですね、駆け引きがね非常によくできると思いましたね。はい、ということでですね、大気圏内ゲームさんですね、2016年ゲームマーケット秋のですね作品の聖杯サクセションをお届けいたしました。まあですね、2人用ゲームはねそんなに確かに私ねする方ではないんですけども、そうであってもこのゲームはね相当いいと思いますね。いろんな方とやりましたけどね、やっぱりいいよっておっしゃるんですよね。でなかなか入手できなくてですね、もっと早くお伝えしたかったんですけども、まあ、先日やっと入手できましたので、ね、もうプレイは結構したんですけども、今回レビューの方をさせていただきました。ちょっと残念な点としては、まあ、どうしても同人ゲームだけあるので、中のねカードがねちょっと弱いんですね。私も結構プレイしていてちょっと下手ってきてるなっていう感じがあるので、まあ、プレイする際はね非常にねカードをね優しく扱っていただければね長く楽しめるんじゃないかなというふうに思います。はい、というわけで今回ですね、聖杯サクセションをご紹介いたしました。ザ・ゲームチャンネル春99でした。はい、今回の動画お楽しみいただけましたでしょうか。ザ・ゲームガイドチャンネルですね、さまざまなボードゲームに関する話題をお届けしております。 YouTube の方はですねチャンネル登録をしていただけますと、私が動画の方を登録しますときにそれがですね、素早くお伝えできるようになっておりますので、ぜひチャンネル登録の方をお願いいたします。ザ・ゲームガイドチャンネルの春99でした。